はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。これはですね、ちょっと前、のシンシアリーさんのブログですね。まあそんなにこう腐る話でもないんでですね、紹介させていただきますと、韓国の新任金融委員長、私たちは今債務中心の経済と指摘。民間債務の GDP 比日本 120%、 韓国 200% ということですね。ですね、この新任の金融委員長ですね、日本では金融庁の長官でしょうかね、がですね、メディアに対してですね、債務中心の経済であり、これを変えていかなければならないという旨の話をしましたと。そのなんて言いますかね、今までは債務中心だったけれども、それを資本中心、つまり借金ではなくて本当のね、自分たちのお金に変えていかなければいけない。そんな簡単にできることじゃないと思うんですけど、金融委員長となるとかなりのハイレベルですが、そういう人から債務中心という言葉が出てきたのは初めてかもしれませんというふうに新社会さんがお答えになっています。ちょっと飛ばしまして、世界でも珍しく家計債務がですね、 GDP の 100% を超えている韓国、過去日本もそうですが、一般的には 60% から 70% とされています。家計債務って何かというと住宅ローンなんですよ。簡単に言えばだと、もう車のローンも入りますよ当然。でもほとんどがどうでしょう、7割8割が住宅ローンだと思いますね。がですね、その家計債務が GDP で 100% を超えている、つまり、個人の借金がそれだけ多いということですね。GDP が 100%、 家計債務が 100% を超えているということは、どう言いますかね、ほとんどの人が自分の収入のですね、どうでしょう、2倍、 1.5 倍から2倍ぐらいの借金があるということなんですね。ほとんどほぼ全員にですね、ほぼ全員というか、働いている人、勤労者ほぼ全員に、赤ちゃんやじいさんばあさんで含めたらですね、その一人当たりの GDP と同じぐらい借金があるということなんですね。今韓国は一人当たりの GDP が日本と変わりません。日本でいうところの400万ぐらいですね、日本円 でぐらいの借金があるということですね。だから一家4人の家はだいたい2000万、すべからくと言えへんですね、すべてのですね、家庭が2000万の借金を背負っているようなものです。じゃあ背負ってないところはゼロですからね、背負ってる人は1億ぐらいは平気で背負ってるんでしょうね。だからこれがはですね、ちょっと危険やというふうに前から言われています。まあそれは危険でしょう。日本は確かね、7割手前やったような気がしますね。本ブログだけでなく、各メディアが結構大きく取り上げてきた家計債務、自営業債務、そして企業債務など、政府、公共機関以外の債務を民間債務としますが、その民間債務についても、韓国は GDP の 206.5%。ふわお、これ日本いくらなんでしょうね、出てませんけども、そんなないと思いますよ。多分そんなないです。その半分はあるのかな、半分ぐらいはあるのかな、よくわからんけど、とりあえずね、いつも申し上げることですけど、これ民間までしか書いてないですけど、韓国の政府の借金もそんなにですね、少なくありませんよ。それは日本ほどではないにしろ、確か GDP のね、6割7割やったような気がしますね。でお隣ってね、ハードカレンシーじゃない国なんですね。なんたらカレンシーっていうんですよ。そのいわゆる通貨が弱い国なんですね。日本ってね、その日本円というのは通貨強い通貨なんですね。ハードカレンシーというのは世界にですね、5つあるのかな。ドル、ユーロ、ポンド、円、スイスフランなんです。そのうちの一つであって、非常に強い通貨の国なんでですね、あんまりその政府の借金というのはあんまり気にしないですね。アメリカ政府なんかもう天文学的な借金ありますからね。まあそれは置いといてですね、韓国の借金は多すぎるんです。で、政府から大企業から中小企業から自営業者から個人まで借金だらけなんですよ。で韓国、新社会さんがいつも言うんですけど、韓国の経済成長はこの借金と中国経済に支えられてきたんですね。で、今中国経済がちょっとおかしいでしょ。で、韓国の一番の貿易相手国は中国やったのがですね、今それがアメリカにまた戻りつつあるんですね。で、
ちょっとやっぱしですね、陰りが出てきたということですね。で、不動産神話、家計債務を支えてきた不動産神話も陰っていてですね、まあ一旦下がりかけたんですけど、一部でまた上がってますね、マンションの価格は。しかし、この後ですね、多分、韓国経済はかなりやばい状態になりそうな気がします。まあ一つは政府のお金がなくなりつつあるんですね。企業がいまいち儲かっていないんですよ。財閥、一部の財閥は儲かってますけどもですね、大方の企業が儲かっていないからですね、法人税、税収が落ちてるんですね。で、個人もですね、そんなによろしくない。どっちかというと落ちてるんですね。だから政府が予定の税金が入ってこないから、つなぎの借金をしたりして、なんとかやりくりしてるわけですね。でですね、個人破産が今激増してるんですよ。そのね、日本の何倍とかそういうレベルです。これ人口比でいうところの。つまりパリン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 してるわけですよ。でも返せなくなった借金は誰かが背負ってるわけですよね。だから銀行にとっては不良債権、それ借りてこないお金がどんどん増えてたりするわけですね。でもうすぐね、もう始まってるかも分かりませんけども、中小企業がどんどんこう飛んでいきます。やっぱり韓国も日本みたいにコロナ融資みたいなのがあったんですね。で、それで延命したゾンビ企業がいっぱいあってですね、日本もそうですけど、それが今飛び始めてますよね。そのですね、ゾンビ企業の倒産が始まり始めてるような気がします。なんで、そっちが飛んでいくとですね、全体的に不況感に覆われて、さらにまた物が売れなくなって、不況がですね、パワーアップしていくというようなことになっていくのではないかなという気がしています。で、まあ、中で不況なのはいいんですけどね、困るのはですね、外貨なんですよ。公式にはですね、いくらあったかな、4億ドルやったかな、4000億ドルか、4000億ドルぐらいの外貨があることになってるんですけど、あれ、ほぼ嘘なんですね。なんか適当な統計数字なんですよ。で、2020年、今から4年前にも一回、韓国政府ですね、外貨が不足してですね、緊急にちょっとサムソンに、ちょっと頼むで、つってですね、サムソンが借りて急場をしのいだなんていうこともあるんですよ。で、今回ですね、だいぶウォンも下がっていきました。で、なんか怪しい感じがしていまして、その外貨がなくなると1997年みたいにですね、IMF 管理みたいな、まああれはもう二度とないと思いますけども、ちょっとやばい状態、対外的にこう外貨がですね、なくなる状態になったりするとですね、韓国経済がですね、やばくなってくるということになるかもしれません。で、日本はどうなんねんって関係ないです。日本って散々韓国が反日やったおかげでですね、昔進出していた企業みんなもう帰ったんですよ。だからほとんど今日本企業は韓国に焦ると思っていないんで、1997年の時も同じようなもんで、日本企業にはほぼ影響はなかったんですね。はい、韓国企業、韓国経済破綻が迫っていると、まあそういうお話でございます。このシンシアリーさんのアドレスですね、アドレスを一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。